2枚取る。
本日午後7時をもちまして長崎大丸に営業を終了させていただきました。安政元年の創業以来150年にわたる営業この町で続けさせていただきました。本当に長い間皆様からの ご支援とご愛と対して本当に深く心から御礼申し上げます。面積の狭隘さと建物の老朽化によりまして100年の営業としてはもうこれで営業の生涯を終わらせていただきます。しかし、この土地でまた新しく生涯をさせていただくことは決まっております。ただ不動産取得の交渉等の遅れによりまして、まだその全容といいますか詳細を皆様方にお知らせできないことにつきましては本当に深くお詫び申し上げます。申し訳ございません。ただ先ほど言いましたようにこの場所でね、もう一度商売することは決まっております。一刻も早くですね、新しくこの町がこの町として商売をさせていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひお見守りいただければというふうに思います。一つ、マサノのことについてちょっとお話しさせてください。ここの、右手におりますマサノですけれども、本当に愛嬌のある顔をしております。可愛い顔をしておりますが、よく見ますと、口をキュッと結んで顔を上げて、しかも右足を一歩踏み出しております。これから商売に行くぞと、そういう決意を持った本当にいい顔をしております。我々も決してこれが終わりではなく、次へ前を向いて一歩踏み出す、こういう決意でございますので、またぜひよろしくお願いしたいと思います。マサノにつきましては8月10日を予定しておりますが、そちらの梅月堂さんのご公演のに、梅月堂さんに出ちぼこに行くことが決まっております。梅月堂さんの店先から我々大丸の工事をですね見守るということで、現場監督をしながら皆様この町をね、そのまま賞を持っていますか見守っていくということでございますので、ぜひまた、マサドンね、撫でてあげてください。丸月堂さんの前におりますので、可愛がってあげてください。それで今申しましたように、すごく決意を持った顔をしております。ぜひその辺のところもね、後でじっくりご覧いただければというふうに思います。我々従業員一同本当にこの町が大好きで、大好きな人間ばかりです。営業を終了しまして、それぞれ、違う道を歩むといいますか違うところに行きますけども、またご縁が皆様とのねご縁が決して切れるわけではないと思っております。またどこかで、従業員の顔を、ね、見かけられましたらお声かけていただければなというふうに思います。全員マサドンのようにですね、前を向いて一歩踏み出します。ぜひよろしくお願いします。最後にですね、本当に皆様のご愛顧に感謝しましてですね、手拭いをちょっと差し上げようとしてるんですけども、非常にたくさんのお客様をご来店なんで非常にありがとうございますので、両脇の方でこちらとこちらで、両脇の方で、お配りしていただきます。ぜひお受け取りいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本当に、暑い中ですね、こうやって見守っていただきまして本当にありがとうございます。誠にありがとうございました。
一緒じゃないですかね。